ということでですね、はい、今回は、はい、あ、じゃじゃんと、はい、あの国際便でですね、はい、荷物が送られてきまして、なやこれなやこれ、はい、何これっていう感じなんですけどね、はい、ちょっとこれもうビリビリやん、ビリビリになっちゃってるんですけど、まあ、こちらをちょっと開封していきたいと思います。お願いします。早速開けていきましょう。開けていくの？うん。じゃあ早速開けていきましょうか。行きましょう、行きましょう。じゃあちょっと、すみません、開けていきますわ。はい。開けて、お、わー、きれい。まあ、まだ何かわからないんですけど。あ、あ、ちょっと開けてみましょうか、これ。はい。じゃあ、1個開けていく。1個開けよう。開けますね。はい。わあ、すごい匂い。何？おお。プチプチも取れて。うん。プチプチも。もうプチプチ言うてる。あれはってや。それケツなんや。ケツってへんねケツ。やんねんそういうの。はい。なんですの？こちらめっちゃなんか。おしゃれ。見せてあげて。なんかコスメですか？コスメっぽいな。じゃあ僕もそのままちょっと説明する前にこっちも開けていきますね。はい。おじゃじゃんと。それもコスメっぽいな。コスメっぽいな。なんやこれ、リップみたいな形やな。じゃじゃんと。じゃじゃんと。はい、ということでですね、はい、これ何かと言いますと、うん、CBD。ご存知ですか？知ってるね、はい、CBD ね。結構日本でももう大体知ってる人多いんじゃないですかね。あのアスリートとかよく使ったやつが。そうそうそう。まあなんか噂によると痛み止めとか、うん、なんか睡眠にいいとか、うん、まあそういうの聞くんですけど、でその CBD のネイチャーカーン、うん、ネイチャーカーンさんがこちらの CBD を送っていただいて、うん、まあぜひ使ってみてくださいと。ありがたいっていう風なご連絡をいただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。でまずですね、ちょっと CBD とは何かっていうのをね、うん、ちょっと僕らもそんな詳しくないので、はい、あの実際にネイチャーカーンさんのサイトからね、はい、ちょっと説明があったので、はい、それをちょっと読み上げていきたいと思います。いきましょう。CBD とはヘンプや、カンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの一種のこと、うん、全ての哺乳類が生まれながらに持つ体調整機能に CBD が直接働きかけることで、さまざまな体の不調を改善することが科学的に証明されてます、うん、って書いてますね。なるほど、うん、まあ、ちょっと分かったかな。ちょっと分かった、ちょっと分かってます、はいはい。でその次の質問に、はい、CBD には副作用や中毒性はありますかと聞いてます。これの答えは、いいえと。いいえ。ネイチャーカーンの CBD オイルには、ハイになる精神活性成分である THC が含まれていません、うん、なので中毒性のある成分は含まれていませんと。なるほど、になってます。じゃあこの CBD オイルに期待できる効果とは何なんやっていうことなんですけど、ここが大事やね、はい。CBD オイルが、不安、炎症、不眠症、慢性的な痛みなど様々な病状の管理に効果的であることを示すっていうの多くの研究があります。なるほど、っていうのになってます。でまあ実際に、はい、まあ、こちらまだ僕ら使ってないんでね、はい、まあ、開封したてなので、まあ、実際にこういうの使ってみて、はい、まあ、今後、こういう風に役に立ったよとか、うん、っていうのをまた、後にね動画で紹介しようかなと思うんですけど、はい、まずそれ何かちょっと一個ずつ見ていこうか。見ていきましょうか。そうやね。じゃあまずこちら、こちらはですね、はい、多分リップクリームやね、多分っていうかリップクリーム、うん、リップバームで書いてて、ココナッツオイルとアボカドオイル、ビタミン E が入ってます。で CBD は 50mg。 50mg。 匂いは、匂い嗅ぐか。うん、嗅いでみよう。こっちなんそっちなんや。ここに出てくるんだな。あ、こう出てくるんだ。そっちね。おお、ええ匂い。結構好き、うん、なんかどういう、あのなんか形状なんか見せてよ。クリーム系ですか？でこうやったら、こうやったら出てくるみたいな、うん、色は、なんか黄色
色が分かる。まあバームか、あの リップみたいな感じだね。まあリップや、うん、リップやみたいな感じ。ちょうどリップ欲しいと思った。うん、最近日焼けでさ、すごいリップ感動する、うん、リップ感動する、うん、まあこちら一つの、はい、ちなみにちょっとつけてみて。いい感じよ。モイスチャー。味と味は結構好き。なんか分からんけど、お風呂場にありそうななんかの匂い、うん、シャンプーかなんか石鹸かココナッツの匂いではなく、ココナッツはしてないから、いい匂い。おお、ちょっと柑橘系、うん、なんか柑橘系、うん、柑橘系こういうあの香水とかって、ああ匂い的に結構好きやな。なんか、うん、ほんまに自然のなんかそっち系の匂いがする。うん、続きまして、はい、こちらはハンドクリームですね。ほう、見えるかな、見えてると思う。はいはいはい。で 100mg CBD 配合と、うん、ここはバター、アボカドオイル、うん、ビタミン E が入ってますと、うん、あほんまにな、あちょうど欲しかった。あ、それも、うん、ハンドクリーム、ハンドクリーム。ちょっと結構カサカサに顔。まあハワイはさ、あのそんな乾燥のイメージないけど、日本とかな。日本やばいな。特に。うん。でも宮崎とか乾燥する。乾燥する。ちょっと出てるね。出てる。つけてみようか。うん。そんなに匂いない感じ。うん。何やねん。で見えるところでやれ。こんな感じでね、つけてみました。広げてみて。それでいきます。そう広げんの？これやんけ、お前。これやんけ。それなんやん。いいやろ。あー、こちらも、おなんか、先ほど紹介したリップと同様、柑橘系っぽいな、なんか若干。うん、柑橘系っぽい。柑橘系。あー、でも、すごいいい香り。いいわ。ナチュラル感があるわ。塗った感じの、なんていうの、どんな感じなの？しっとり、サラサラ。ね、ちょうどその間。間。おぉ。しっさら。うん。しっさら。しっさら。あの量で、こうやって伸ばしたら全部伸びる感じ。うん、伸びんねや。だから伸びはいいと思います。なるほど。匂いもいい。匂いもそんなきつくなくて、この自然な匂いって感じかな。印象は。印象ね。なるほど。じゃあ続きまして、はい、僕はですね、はい、こちら見えるかな。これはですね、あのオイルなんですけど、ちょっと開けてみましょうか。開けてみましょう、うん、パカパッカーンと。おー、ジャンと。その形好きな。これはね、多分あの舌下タイプっていうやつで、多分下のこの下、うん、下の下で舌下やな。そう、垂らして使うやつ。なるほどね。いやと思うんだけど、で今ねこれ2本あるんですけど、こっちは 10ml の中に 1500mg の CBD が入っていますと。ほう。でもう1本の方は同じ量 10ml なんですけど 3000mg の CBD が入っていると。うん、倍なんですね。こっちは 15% と 30% と、ね、そう、まあ濃度が違うんやろな。うん、だからその人によって多分あるんやろうけど。なるほどな。まあ、使ったことない人はあのちっちゃいパーセントからやっていただいたかな。あ、そういう風になってんねんな。わかるかな、こんな感じ。匂いはそんなにない。ちなみにそれはフレーバーとかあるんですか？フレーバーどうなんやろ。まあ、一回試してみ。一回ちょっと、うん、試してみましょうか。お願いします。まあ大体これぐらいをじゃあいってみましょう。はい。味はない。あ、でもなんやろ。鼻、やってみ。なんやろな。味はないけど、なんかちょっとこう木の、わかる？ヒノキじゃないけど、そんな感じの味というか。じゃあ僕も試していきたいと思います。そっちなんや。そっちなん。え？これ絶対注意入れやな感じで。真似しないでくださいね。あ、そっち。どんぐらい行くんですかね。どんぐらい行きましょうか。はい。これね。
癖、味見の癖。うーん、わかる。はいはい。ああ、あの味はないけど味はあるって感じ。なるほどな、うん、言って。あ、なるほどね。はい、こんな感じですね。こんな感じですね。でも全然あのこう嫌な感じはない、全然、うん、ほんまに油って感じかな。そうやな、オイルって感じ。オイルで、まあこう取ってすぐに効果があるとか多分すぐはないと思うけど、でまあ今回まだこれ使ったばっかりなんで、うん、まあこういうのもちょっとこれから実際に使ってみて、まあどんな感じだったかっていうのをまた紹介しようと思います。はい、さしてみます。あとは、あとはこちらですね。はい、まいちゃんとたいちゃんが持ってる、見てるかな。はい、こちら開けていきますか。開けますか。おお、あ、匂いがすごい。いや、これは何ですの。こちらはですね、はい、E リクイッド CBD メンソールと書いてありますね。うん、たいちゃんの方が知らない。E リクイッド CBD シトラスフルーツ。おお、こちらはメンソール。ああ、そういうことね。味違いですね。フレーバーってことね。ちなみにこっちは 500mg。 ちなみにこっちは 500mg。 あ、一緒ですね。味違いかな。味違いで、こちらはですね、はい、さっき紹介したあの舌下タイプ、うん、とは別でペンで吸引するタイプの、うん、加熱式タイプ、うん、だからこのペンに垂らして、そうです、の中身って感じだ。中身、はい、はい、なるほど、はい、なるほど。ペンは別で買わなきゃってことやね。そうやね、そういうことやね。なるほどね。じゃあこれまた後々に使ってみましょうか。使ってみましょう。はい、はい、でですね、はい、今回は、はい、なんと皆さんにお得な情報があります。お得な情報あんの。はい、それはみんな気になるで。でしょ、うん、いっちゃいますよ。はい、はい、こちらの、うん、はい、クーポンコードをですね、はい、購入する際に入力していただくと、はいはい、なんとなんとね、 15% 引き。おお、ちょっと噛みましたけど、さっきはちょこちょこ噛んで15% 引きとなってますので、はいはいはい、まあもしどんな感じなんかなとか、一回使ってみたかってんとかっていう方はね、よかったらこのクーポン使ってみてください。とお願いします。はい、でまあこれから僕らが実際に使ってみて感想をね、あのまた別の動画で、ご紹介できたらなと思いますので、はい、そちらまたチェックをお願いします。ちょっとお願いします。はい、はい、それでは、はい、これからもブラザーズをグレッドバッテッ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 グ